まあ、前半の早い時間帯で、失点してしまって、自分たちでゲームを難しくしてしまったのかなというのがまず一つと、まあ、攻撃の部分ではいいところを見せれたと思うので、まあ、本当に失点のところをなくしていきたいなというふうに思いました。まあ、本当に隙を見せずに、やることをやれば必ず勝てると思うので、まあ、全員で修正して、頑張りたいと思います。こういう辛い時期に、サポーターの人たちが、背中を押してくれるので、本当に一緒に戦ってくれてるなということを感じますし、早く笑顔にさせてあげたいなという気持ちです。山形来て初めてゴール決めてたっていうところは自分の中で一つ進歩かなと思いますけど、まあ、チームとしてはやっぱ負けてしまっているので、まあ、個人的にも他にもチャンスがあった中で決めきれなかったっていうのもありますし、非常に悔しい試合だったと思ってます。すごく熱い監督ですし、選手たちにもコミュニケーションよく取ってくれるので、まあ、分からないことあったら助けてくれますし、すごく 心強い監督だと思ってます。監督の期待に応えたいというような思いというのは、それはもちろんあります。次はホームでやりますし、本当にもうサポーターの皆さんも勝ちに飢えていると思いますし、僕たちもすごく飢えているので、チーム一丸となって必ず勝利したいなと思います。すいません、お待たせしました。お願いします。やれてることは、まあ、間違いなくありますよっていうところ、そこはしっかりとみんなで、まあ、もっともっと出せるように したいし、もっともっとそこは磨いていきたいしっていうところ、まあ、ただやはり失点が、ずっと続いているっていう事実があるので、まあ、そのあたりは今日も映像を使って、まあ、割と厳しく、ダメなものはダメというのははっきり伝えました。ダメなところはダメっていうのは言える範囲でといったところ、まあ、それはピッチに現れることを期待したいと思います。